これで完成ハイニューガンダムドッめちゃくちゃかっこいいナイチンゲールでか <laughs> 改めてアムロはこんな化け物を相手に戦ってたんだね。違うんだよ、母ちゃんオタファの決めつけちオタファのスミムプラを崩せどうかご覧に皆さん、こんにちは、オタファーです。今日組むキットはこれだ リアルグレード144分の1スケールハイニューガンダムだおー全国のガンロー郎集結せよそれからちびっ子もぜひ大人と一緒に見てねそれでは早速レビュー行こうハイニューガンダム過去に色々今までいろんな立体物があったんだけど、ついにリアルグレードで発売です。はーパッケージがめちゃくちゃかっこいいです。で、結構大きいですね。パッケージの横。こんな感じですね。 リアルグレードはかなり細かいところまでね、よくできてるんで、本当にパチ組みだけでも十分な仕上がりで。しね、見てるだけでもめっちゃかっこいいです。あっけーろあっけーろじゃーんおー中にね、キットがぎっしり入っています。どんどん見ていこう。えー、まずはね、ラベンダーブルーというかね、薄いブルーですね。それから縦のところとか、ブレードアンテナなどがあります。おこれはオレンジに見えるんだけど、こう、ゴールド。 かなちょっと綺麗な色ですね。あとはリアリスティックデカールなどが入っています。おそうだそうだファンネル作るんだ <laughs> 同じの6つ作るっていうのがね、結構大変ですね。専用フレームが入っています。この辺をこう、いかにだれずに作るかが、うん、ポイントになってくるかな。濃いめのブルーですね。青系は2色使用されています。シルバー。これも光沢感があっていいですね。同じくシルバー。ブルー。それからホワイト。 こんな感じですね。ビームサーベルのクリアブル。で、あ、これが最後ですね。フレーム。あ、フレームの量結構多いですね。これはぎっしりとした感じになってね。密度感高くて良さそう。キットは以上。まずは足からか。組み立ての工程の一つ一つの絵が大きくていいですね。リアルグレードは まあ、いわゆる一つスケールの大きい100分の1スケールのマスターグレードでよくあるフレームこれを組み立てた後、外装のパーツをパチパチと組み立てていくような感じとなります。マスターグレードのまあ小さくて精密感のあるバージョン。と言ったらいい、言ったらいいかなうん。プロペラントタンクとか、えー、あとは武装。うん。そうだね。まあ、ゆっくり時間をかけていけば、うん、特に問題なく組めるんじゃないかなと思います。 まあ、工程量は多いんだけどね。リアルグレードこれ組んでるときすごい楽しいんだよな。パーツちっちゃいのあるからね、なくさないように気をつけなきゃといった感じですね。なんかこう、見た感じ、可動ギミックとかもありそう。コックピットハッチの展開だとか、このバックパック周りに、とか、アフィンファンネルのとこなんかありそうだね。おー、楽しみだというわけでね、8割ぐらい組み立てると、こうなります。 おーできましたーゆっくりパチ組みをして、ちょっとだけ墨入れを施して、おおよそ5時間ぐらいですね。結構時間がかかりました。マーキングシール。うん、これがちょっと時間かかったかな。うん、えっ、ー、と、指定のあるものは、ほぼ全部貼りましたね。というわけで早速いこう。ハンドパーツ。開き手とサーベル持ち手。あとは、 これがね、ビームライフルですね。ここに武器持ち手がついています。形状はこのようになっています。合わせ目などもね、ほとんど出ない作りとなっています。それから、バズーカはこんな感じ。これはグリップの部分が稼働し、これがジョイントとなっていてバックパックに接続することができます。それから、ビームサーベルのエフェクトはブルー。これさ、ハイニューガンダムってレッド、 との時とか、ブルーの時とかあるけど、うん、僕、ブルーがすごく好きです。それから、シールド。今回のハイニューガンダムは、そのグラデーション塗装なんかを、いわゆるパーツの分割で再現しているところがすごいですね。ブルー2色が上手に使われているという感じです。ちなみに、外装のパーツを取り付けていないフレームの状態はこんな感じとなっています。フレームだけの状態ってたまらないよね。さあ、それでね、本体組み立てよう。 ところどころ解説していきながら組み立てていきます。足。これね、まずパーツの密度感に本当に驚かされます、うん。色分けとかも本当に申し分ない出来ですね。で、反対側の足はこのようになっていて、今回のハイニューガンダムはところどころハッチ展開ギミックがあります。特に複雑なのがこの足ですね。こうバッキバキにパネルが割れています。ちょっと戻していきながら。 ちょっとやっていきたいなと思います。ここ。それからスラスターの後ろ。で、あとはここ。で、あとはこの横の部分ですね。これを、えー、これ軸があるんで、こう定位置に持ってきて押し込むと。こういう感じ。かなり精密にできてて、この大きさも相まって、本当にマスターグレード。ちょっと小さい機体のマスターグレードみたいな感じで、うん、本当に驚きましたね。で、あと最後、ここか。 はあ、こういう風になります。で、可動範囲もちょっと簡単に説明しちゃうと、ここがロールになってて、この膝は三重関節になっています。1、2、そして、3。はあ、このメカニカルな動きがすごく感動しますね。よく考えられています。渋みも大変良好。 さあ、そしたら、今度は胴体先行きますね。これも、コックピット開閉ギミックがあります。この中は見えないんだけどね、えー、ここが開くというギミックがあります。こういう感じですね。それから、各馬の関節。ちょっと可動範囲、ちょっと今回細かくは、あれなんだけど、肩が引き出し式ギミックになってたりとか、 ええと、こういうところとかね、各部のハッチが稼働します。サイドスカートとかフロントスカートもこのようにフレームで連動します。腰もこういう風に曲がったりとか、すごくよくできています。あとはおなじみの、ここですね、足がこう、根元の部分で動くやつですね。こういうのもあります。足を組み立てます。リアルグレードをいじるときは、くれぐれも細かいパーツとか、 結構繊細にできているんで、いじるときは結構気をつけたいところですね。これ後で比較とか大きさとか言うんだけど、結構でかいです。こんな感じ。そしたら、サイドスカート。いいね。このガンプラ組み立てる瞬間最高だよね。で、リアスカート。後ろのやつですね。ここもこのように稼働します。裏打ちもしっかりされてて、 造形も素晴らしいですねこれは軸で差し込む方式ですこんな感じでフロントスカートこんな感じさあそしたら今度は腕腕はあの左右でね異なるギミックがありますまずは拳を少し下げて ここのカバーを開くと、ビームサーベルが入っています。肩のビームサーベルと少し形状が違うサーベルグリップでしたね。あの、ランナーの番号が違いました。で、反対側は、えー、えー、ガトリングガンですね。ビームガンだ、んガトリングガンだね。うん。これが、拳を下に下げることによって、連動して、この方針が伸びるギミックがあります。 これ素晴らしいですね。このサイズでこれは素晴らしいね <laughs> で。で、えー、肩アーマー。これも8展開ギミックになっています。押し込む。こういう感じですね。組んでいきましょう。肩をは組んで、少し、ああ、ごめんなさい。腕 <laughs>、ちょっと上げて、腕を取り付けると。こういう方式ですね。判定感も同様。こう。 さあそしたら頭部はこれで最後になりますあボディ本体はねこれが最後になりますかなりシャープな出来栄えでめちゃくちゃいいですねこれを取り付けるとこれで一旦本体完成なんだけど最後は、えー、このバックパックですねまずファンネルを見ていきましょうこの色分けがすごく細かくて全部パーツによる分割となっています で、こう、各部ね、こう折り曲げて、これね、射出状態に、ュュュこれがね、全部同じ共通ギミックです。パーツ自体も17、8個あってね、6個作るの結構大変です。あの、いい感じでねあの、ピタッと動いて止まるという感じです。で、このね、収納状態にするとこんな感じですね。少し浮き気味になるような感じはするけど、うん、こんな感じです。で、これを6つ組み立てるわけですね。 こ感じでファンネルコンラックに取り付けます取り付け方法はこういう感じでしっかりと刺さります反対側もこのように取り付けるとドん結構でかいですでビームサーベルあ今ちょっとうんあとで取り付けます <laughs> このビームサーベルはここに入っていてこのように連動して引き出せる 方式となっていますそれからプロペラントタンク、図形はこのようになっています。で、この後ろ側ですね、多分なんだけど、これ形状を変化させることができます。まあ、いわゆるリファイン前のピンと伸びたやつと、変形でこれを再現できますね。一回展開し、ここを曲げて引っ張ると。 そうすると、あの、小説版ベルトオチカチルドネっていうか、あの、いわゆるおなじみのやつですね。こっちにもへ形状を変更させることができるわけですね。この変形で再現できるってところがすごいなと思いました。最後に、バックパックを取り付ければ、これで完成ハイニューガンダムだおー めちゃくちゃかっこいい。これは反則だろうっていうぐらいね。かっこいいですね。手で持つとこんな感じです。まあ、さっきも言った通り結構でかいんですね。かなりボリュームがあります。今まで、 ハイニューガンダムって色々なものが発売されて、まあ、いくつか何回かこうリファインされてる印象があります。まあ、その中でも今回のリアルグレードのこれは、なんか今までのいいとこ取りっていう感じがしますね。とにかく立体物としてかっこいいです。ちょっと煽りで見ていこう。おー、たまらないですね。このやっぱ煽りで見ると、 うーんすごく、やっぱりこの重量、重厚感というのかな。144分の1スケールなんだけども、すごく大きく見えますね。それから、頭部のアップ。このようになっています。やっぱ、ハイニューガンダムって横から見るととてもかっこいいんだよね。横顔もかなり決まっています。それから、肩。ここはパーソナルマークと、あともう一人、もう一つ、おなじみのやつがあるんだけど、僕はアムロのやつにね、しました。胸部、腕回り。 で、これごめん。さっきさ、ガトリングって言ったけど、これマシンガンだね。<laughs> あの、リファインされた時ガトリングになったような気がするけど。まあ、とにかくね、いろいろこう、設定がありますね。後ろから見ると、こんな感じです、うん。このファンネルがたまんないです。それからでっかいプラウペラントタンク。スタビライザーもさっき紹介したんだけど、こう、形状をね、変形で再現できるところも素晴らしいです。武器を持たせて、アクションビームライフルにシールド いやあ、めっちゃかっこよく、このようにね、ポーズを決めることができます。本当に144分の1スケールっていうのを忘れるぐらい、この精密感が素晴らしいですね。ダブルビームサーベルさせるとこんな感じ。僕は改めてプラモデルを、あの、塗装して、かっこいいポーズで、こう、展示しておく。 とかディスプレ、ディスプレイさせておくってよりは、どんどん手に取ってね、こういじって、こうアクションポーズ決めたりとか、いろいろしたいタイプなんだけど、本当になんかこれはいじりやすいし、うん、いじりやすいし、かっこいいポーズも決まるし、こう手に取ってて、あのー、楽しい感じですね。じゃーんそれからね、このファンネルコンテナの自由度がかなり高いです。大きく展開するとまるでフリーダムガンダムみたいになります。ちなみに僕は今手で持ってるんだけども、ディスプレイのアタッチメントジョイントも付属しています。 とにかくいろんなポーズを取らせてもよく決まりますあ。あと後ろから見るとこんな感じですね。改めてこのファンネルの一つ一つのこのグラデーションをプラによる色分けにしちゃってのはすごいなと思います。さあ、そして最後は比較、ロボット魂マスターグレードのガンダムと一緒に並べるとこんな感じ。結構ね、大きいことがわかります。ちょっと大きめの、あの、小さめのマスターグレードに匹敵するぐらいのデカさですね。じゃんニューガンダム どっちもでかいですね。<laughs> ハイニューガンダムといえば、ニューガンダムよりちょっと小さいんだけど、うーんなんかだいたい同じぐらいかなと思いますね。次は同じハイニューでいろいろ立体物比較してみましょう。ハイグレード並べると全然違います。こっちは完璧にあの、あれだよね。2000何年かにマスターグレードが発売されて大幅なハイニューのリファインがかかった時の、うん、まさにそのデザインなんだけど、 うん。デザインも全然違うけど、あの、やっぱりハイグレードとリアグレードね、ボリューム感が全然違います。こう手で持つとリアルグレードの方が重さが全然ありますね。全く別物といった感じ。メタルロボット魂のハイニューガンダム一緒に並べるとこんな感じですね。これはもう商品面にベルトをチカチルドレンっていう名前が付いてるぐらい、その小説版をかなり あの、小説版なんだよね。うん。だから、うーん。自分の解釈としては、なんか、こっちの方が思い入れあるという感じですね。何度か言うように、これは今までの廃乳のいいとこ取りって感じ。3体一気に並べると、こんな感じ。違うんだよ、母ちゃん。さあ、そして最後の比較はやっぱりこれですね。先日発売された、ハイグレードナイチンゲールと一緒に並べると、こんな感じ。ナイチンゲールでか <laughs> 改めて、アムロはこんな化け物を相手に戦ってたんだね。まあ大きさがね、当然ながらナイチンゲルの方がでかいんだけど、一緒に並べるといいですね。改めて144分の1スケールで、この2体が揃うっていうのが本当に感慨深いなと思います。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のリアルグレード144分の1スケール、ハイニューガンダムのレビューいかがだったでしょうかこう一緒に組んで。 そんな気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。いや、最高だね。あの、横の最後に比較に登場したこのハイグレードナイチンゲールと並べると本当にたまらないものがあります。初めて組む人もね、一日あれば、もう本当にね、これは今回パチ組なんで、パチ組でも十分かっこよく仕上がります。 さあ、そしてこのキット、やっぱり人気があるようで、うん、これもね、発売されてすぐに瞬殺でした。欲しいなと思っている人もいると思うんだけど、まあ安心してください。このハイニューもナイチンゲールも再販が、あの、すぐね、かかると、うん。そういうアナウンスを、あの、バンダイの方でしてくれて、すごく嬉しいですね。欲しい人にいつか手に渡ればいいなと思います。そうして僕は大満足です。本当にね、気になった方、ぜひゲットして、組んでみてください。 今回の動画、面白かったな、楽しかった。俺もガンプラが好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たたわー。いや、これ本当によくできてるね、とか。あ、確かに、リファインのテイストがすごく入ってるね、とかね。 あ僕は今こんなキット組んでるよとかね。あこれが、これが欲しいとかね。<laughs> などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おどうでしょうまたねーガ 我فنكمكش